です。先日、啓太から電話があって、一回来たいなので、来てください。言われまして、それからしばらく、啓太のプレーをいろいろ思い出してたんですが、多分今日来られた皆さんと同じだと思うんですけど、彼のプレーで一番残っているのが、中盤でのボール出し率が非常に高く、列の攻撃が20にも30にも残っているのは、啓太が中盤でかなりの率でインターセプトをしていたというのが、一番最初に、頭に残ってきました。なぜだろうと思って、よくもっと考えてみると、当時のフォワードはボールを取られるとすぐにものすごい勢いで後ろから追っかけます。田中達也なんかが代表ですね。で、それも最後は3球決めて追っかけてくるので、啓太は非常に狙いやすかった。そういうチームなんだなというのが一つあります。で、その次に思い出したのが、啓太のシュート。もう宇宙階段です。これは、今日もちょっと似たようなのやってましたけど、あの頃はもう、あの大画面がゴールかなっていうようなシュートを相当やってくれました。当時のサポーターの諸君は非常に厳しくて、サッカーよく知ってて、ブーイングをよくして、大変だったんですけど、啓太の宇宙開発のシュートについてはブーイングしながら拍手してたなという、そういう感じで、あの軌道監督も、あの宇宙開発用のシュートについては認めてたようです。そんな、そういう感じで、やった中で、彼はオリンピック代表の日本代表のキャプテンとして予選を全部戦いまして、予選を通る。で、本戦に行くメンバーから、啓太の名前がない。そんなバカな話じゃない。私にも話がない。それで私は、その外した監督が、もしこれからも代表の監督をするようになったら、レッツから選手が出さない。本当に頭に来た。私が頭に来たぐらいですから、啓太は本当にあの頃つらい思いをしていたんだなと思います。でもその後は、私のレッツの人気を終わってからトレーニングに行ったら、日本代表が欧州遠征をする、あなたは団長に行ってくれって言われて行ったんですけど、その時はオシムさんが担当でした。で、オシムさんと毎晩飲みながら、サッカーの話をしてたんですけど、その時にオシムさんの言葉の端々に啓太に対する信頼感が溢れてました。これで急に押されたんですから、やはりサッカー見る人が見ると違うんだなというふうに思いました。前回の山田信久君の引退試合の時に
現役にちょっと圧迫かけたんですけど、そうしたら現役頑張って殴り合いにまで巻き込まれました。で、殴られてた選手ということで、本当にかわいそうな思いをさせてしまったので、今日は何も言いません。最後に皆さんにお願いです。レッツ一筋、今日まで楽しいプレーを見せてくれた県内に拍手をお願いします。